蝶の万蝶の万は、新末の官僚。字は小青、号は乱派。直霊省、南批出身。蝶のほらのいとこ。同校27年に上限となり、管理員、おさむせんを授かった。皆、豊か2年に、河南学生となったが、太平天国軍の北伐に対して様々な防衛施策を権限し、多くが入れられた。その後北京に呼び戻され、同治元年に、 デーブ次郎、河南巡部となった。当時河南省は、年軍の攻撃を受けていたが、長の満は自ら何時、州や巨州に駐屯して特軍に当たった。同治4年に、稼働総督に就任、同治5年に総運総督に移動となり、総運の用地の防衛に当たった。年軍の平定後の同治9年には、チャンス巡部となり、同年に起こった。 両高層特馬新院暗殺事件を先駆け玉と共に調査した。高所8年に教部少書、高所9年に行部少書となった。高所10年に軍機大臣、教弁大学士、高所15年には大臣閣大学士、ついで東閣大学士に至った。死や死を良くし、書画にも巧みであった。死後、文たちの死亡が送られた。 ありがとうございます。